皆さんこんにちは、フラックスゴルフスクールの橋本です。今回は手打ちになってしまう方の練習ドリルをご紹介します。手打ちになってしまう方は2つのパターンに分かれることが多いです。まず1つ目のパターンが、クラブヘッドを意識しすぎてしまい、ヘッドや手首の動き、位置などを使いすぎてしまって、このように手の動きでクラブを振られてしまう方が多いです。2つ目の手打ちのパターンは、テイクバックは体でクラブと一緒に上げてるんですが、クラブと腕を体の後ろの方に引いてしまって、そのままボールを打ちに行ってしまうと、クラブフェースが開いてきて体よりも遅れてくる形となります。これをインパクトで戻そうとして手を返してしまうパターン、これが2つ目のパターンとなります。手打ちを防ぐ練習ドリルをご紹介します。通常のスタンスよりもかなり広めに広げてみてください。クラブはこのように短めに持ちます。普段よりは重心を下げてどっしりと構えるようにしてみてください。では実際にボールを打っていきます。手先ではなくて体の大きなところ、足やお腹を使って打っていきます。どっしりと構えて、手打ちになってしまう方はお腹や足など体の大きな筋肉を使って練習することで手打ちを修正することができます。ぜひトライしてみてください。